インンファンデルのニュースな用語今回の用語はこちら風力発電地球環境の保全や災害時の電力確保など多くのメリットがある再生可能エネルギーとして風力発電が普及し始めている風力発電には多くの長所がある温室効果ガスの排出が極端に少ない燃料がいらない発電コストが低い夜でも発電できる 使うところの近くで発電できるなど、数えきれないほど。しかし一方で短所もある。風量の変化によって発電量が変わる。電気を使用しない時には電気が余ってしまう。風車の羽に鳥がぶつかってしまうなどである。風量の変化による発電量の変化に関しては、風車の設置橋を増やすことや、羽を重たく大きくすることで平均化することができる。また、余った電気は蓄電池に貯めることで、鳥の事故に関しては、 羽をゆっくり回すことで、それぞれ欠点を克服している。オランダ、デンマーク、ドイツ、アメリカ、インドなど、世界では大規模に普及が進んでいる。日本も海岸線が長い島国だから、海の上での発電なども含めて、日本全体で使う電気の20から30%まで賄えるという意見さえあるのだ世界中で風車を作ることができる場所に全て作ったとすると、世界全体で使う電気の なんと5倍が風力発電によって作り出せるそうだから、風を作る地球のエネルギーってやっぱりすごいこれからは毎日風が吹いている場所を見つけたら、風車を作ったらどうなるかなと想像してみよう以上、ニュースな用語でした